現在の函館市の様子です。空が白く霞んでいる様子が確認できます。気象台によりますと、道内では2年ぶりに高砂が飛来しているとみられるということです。函館市では、視界が午前11時15分現在、およそ10.7キロで、市内が霞んでいる状況だということです。道内では、明日にかけて広い範囲で高砂の飛来が予想されていて、呼吸器系に疾患のある人は注意が必要です。